すごい、本当にすごいですよ、あの魔人ブーを倒してしまうなんて。いやちょっと一緒に元気玉打つとこいいな。あれちょっとサムネにしよう、絶対サムネにするわ。でも恐ろしいのはブーさえも利用するドミグラの魔術よ。あ、まあ確かにな。時の海王神様、ドミグラとは何者なんでしょうか。7500万年前に私と戦った悪の魔術師よ。お前めちゃくちゃ年取ってるやん。じゃあお前7500万歳以上ではあるってことやん。お前やつは自ら魔人を名乗り、時々と時の巣を我が物にして自分の望み通りの世界を作ろうとしたの。時間を思いのままに操るということですか。その時に時の狭間に閉じ込められたんだけど、そこでずっとパワーを貯めていたみたいね。パワーを7500万年も。もう確かに7500万年も。あ、今私のこと7500万歳以上なんだって思ったでしょ。そうではないっすよ。え、いえ、思ってませんよ。僕も思ってないです。実年齢なんて関係ないんだから。私よく年の割に若く見えるって言われるし。そうですか。わっちきちー。あの時の海王神様、俺たちはこれからどうすればいいでしょうか。確かに時の狭間行く？やつは危険すぎるわ。絶対に外に出すわけにはいかない。歴史の改変を食い止め、時の狭間から出さないようにするのよ。わかりました。過去も未来も魔人の好きにさせるわけにはいきませんからね。あともう少し、もう少しだ。おい、ちょっと破壊神ビルス編とかいうめちゃくちゃちょっと面白そうなの来たな。これまさかゴッド来るか。今のところ巻物に変化は見られませんね。ドミグラのやつ諦めたんでしょうか。まあ、それはないだろう。バカを言うな。もうお前トントンとめっちゃ来るやんけ。時の海王神から私の話を聞いたのだろう。7500万年力を積み重ね待ち続けたチャンスだ。諦めるはずがあるまい。お前が何を企んでも無駄だぞ。魔人ブーを止めた今、これ以上の敵はいないはずだ。果たしてそうかな。え？うわ！もう、ドミグラのやつ、なんて時代に目をつけるのよ。え、そんなに危険な時代なんですか。はあ、知らないって幸せなことね。あのね、これにはね、破壊神、破壊神ビルス様が地球にいた時の歴史が収められているのよ。破壊神ビルス、そんなに強いやつなんですか。ビルス様。はい、すみません。で、そのビルス様はそんなに強いんですか。まあ3なんてもう遊びだもんな。もういいから早く止めに行きなさい。万一ビルス様が敵に回ったりなんかしちゃったら、なんていうかもうあれよ、はちゃめちゃになるわよ。確かに終わるなそれ。わかりました。ではお願いします。じゃあ行ってくるよ。エイジ778。ここはベジータ？ああ、誕生日のやつね。
腰にスーパーサイヤ人ゴッドがいると思ったんだけど、おかしいな。やはりビルス様の予知夢が間違っていたのでしょう。絶対ベジータの後ろ。楽しみにしてたんだけどな。仕方ありませんね、ビルス様の予知夢が外れる、いつものことです。おいウィス、それはどういう意味だ。この俺がプライドを捨て去ったダンスでビルスの機嫌を保ったからなんとかなったものの。見たかった。しかしもはや問題なかろう。あとは機嫌がいいまま立ち去ってもらうだけだ。おや、ビルス様、あのプリンとかいうデザートはお召し上がりになりましたか。プリンとな。君、そこにあるのを一つ分けてくれないか。ブー、やだね、俺全部食べるもん。よこせ。やだ。よこせ。やだ。よこすんだバカ者、プリンをよこせ。間一髪だったぜ。ビルス様、どうぞ。ああ、ありがとう。では早速。うごめんなさい。ゴテンがちゃんとキャッチしないからだぞ。え？だってトランクス君思いっきり蹴るんだもん。でも今のどうやったの？グニャーって飛んだよ。バカ野郎。ビルス様、これはそのの強さ、破壊神ビルス。またプリンかよ。原因は想像の前に破壊へ。やばい、危ねえ。取り寄せねば。バカって言ったな。あってマジで。お菓子にして食べちゃうぞ。これは破壊神ビルスだ。くだらないきっかけの戦いだ。とにかく暴れるのをやめさせましょう。いいですよ、かなりビルス様の体力を減らせているはず。ビルスのステータスエグい。痛めつけちゃおう。止まらない。まだ本気じゃないのか。ちょっと待って、威力長すぎだろ。ゴテンクスになるんだ。僕たちも行くぞ。あれ、君もサイヤ人？でもゴッドではないみたいだね。僕に喧嘩を売るなんて随分自信家だね。それともただのおバカさんなのかな。圧倒的な力を感じるのに木の大きさが分からない。これが神の気配というものなのか。おい、そこの猫人間、プリンくらいで大暴れしやがって。そんなマナー違反のやつはこのゴテンクス様がぶっ飛ばしてやるぜ。お前たち地球人は食べ慣れているかもしれないが、ベジータ、味の想像もつかない未知の食べ物、プリン。なんともうまそうなネーミングじゃないか。こんなことがあって、やかましい。神様に逆らう悪い子はお尻ペンペンの刑だ。ゴテンクス、全力で行かないとやられるぞ。母さんがビルス様に向かっていって、無茶だ。飛ばされた。よくも。俺のブルマを。よくも。父さん。クソタレが。すごい。このパワーは国際以上だ。いけ父さん。破壊神なんかやっつけちゃってください。うわ、なんかトランクスが応援してんのいいな。ビルス様。どうやらスーパーサイヤ人ゴッドというのは。お前の言ったようにただのくだらない夢だったようだ。何度も言うが、地球を破壊して帰るぞ。待て、スーパーサイヤ人ゴッドになるには正しい心のサイヤ人の力一つに集めなくちゃなんねえ。なあ、オラに力を分けてくれ。おい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 、
かっこよすぎだろ。やべえ、この戦い邪魔したくない。いつもの悟空さん、どことなく違うぜ。プリンと、それにプリンさんと同じで戦闘力がわからない。おめでとう、どうやら成功したようです。本当？ほら、スーパーサイヤ人ゴッドになったんか。戦ってみればわかるはずだよ。さあ、ビルス戦ってくるがいい。もしお前の方が強かったら地球を破壊しないでおいてあげよう。え、なんか動かないけど、どういうこと。ファイヤー、なんやねん。チャンス？いや、クロスカメアメハ打ちてんだよな。普通に強いし。ナイス。ドミグラの匠。ちょっと間違えた。まあまあ、ドミグラの、まあごめん、読めんわ。ビルスを止めろ。あれ？凶悪化しないんだな。様の様子が少し変わりましたので気をつけてください。ドミグラが何か仕掛けてくるかもしれません。なるほど、まだあれか、なんかまだ何もしない感じか。 OK、 とりあえずいい調子なんじゃないの。ゴッドになった感想は、そんな世界があったなんてよ、したもんだよ。ほら、一人はいや、お前視聴者から教えてもらってんだよ、究極技の止め方は。仲間と共にゴッドになったことが気に入らないか。嬉しいさ、嬉しいけど、みんなの力を借りなかったらこうしてビルス様と戦えなかったんが悔しいんだ。あぶね、そのプライドは弱点になるぞ。くだらない。これダメなんだ。そうでもねえさ、ベジータオラなんかよりずっとずっとプライドを持ってる。その彼はそのプライドを捨ててみんなを守っていたね。ああ、すごいだろ。オラちょっと尊敬しちまった。だからお前もプライドを捨ててゴッドになったということ。そういうことだ。なるほどな。原作っつうか映画あんまり覚えてなかったけど、そっか、プライドを捨てて悟空もヒットになったんだっけ。オッケー。ゴッドになって戦っているうちにその世界を体に吸収させてしまったようだな。大したもんだよ、稀に見る天才と言ってもいい。めえったな、強えな、ビルス様。ん？地球を破壊する。いけない、あの目は本気です。これはまさか。指し物破壊神も戦いの中で隙が生まれたな。ビルスはすでに私の操り人形。どうだ、破壊神の一撃を止められるかな。やめろ。おっとっと、あ、ウィッツさん、もうおしまいだ。破壊神が全宇宙を滅ぼした後に魔人ドミグラが支配する新世界が生まれるのだ。やろう、やるじゃないか。何？バカな。お前の気配には最初から気づいてたよ。魔術にかかったふりをして姿を現すのを待ってたんだ。さすがビルス様。操ろうだなんてとんでもない不届き者だね。さすがビルス様。じゃあ俺それ言った。これで形勢逆転ですよ。ドミグラとか言ったね。決めたよ、地球の代わりにお前を破壊してあげよう。共闘破壊神、覚悟しろドミグラ。バカなやつだぜ。破壊神ごと、お前が操るわけねえだろ。
思う存分破壊できるってもんだよ。私は先にこのものを地球に届けておきます。ビルス様、余計なものまで壊さないように少しはお気をつけくださいね。さあ、それはどうだろう。やば、ドミグラ弱え。ドミグラめちゃくちゃ弱え。いくらドミグラといえども、ひとたまりもないでしょう。どうしよう、倒しちゃうよな、すぐ。この姿で相手をするのも限界か。まあ、いや、ストーリー見たいんだよな。この戦いも本来は存在しなかったはずの歴史の一つ。激しく戦えば戦うほど、時の狭間の歪みはますます広がっていく。もう喋り終わったか。ワリーが消えてもらうぜ、この世からな。龍拳？よかろう、目的は達成できたようだからな。なんだい、あいつの最後の言葉は。ああ、お帰りなさ。なんで連れてきてるんですか。え、ドミグラの最後の言葉の意味を聞くためって。でも、だからって。時の巣じゃないか、久しぶりだな、ここに来るのも。彼らは時の海王神が雇ったタイムパトロール隊員のようですね。どうも、ツリーマルって言います、よろしくお願いします。あらあら、まあまあ、これはビルス様、お久しぶりです。ドミグラとかいうやつが僕にちょっかいを出してきてね、どこにいるのか教えてもらおうと思ってさ。やつは時の狭間に閉じ込められています。しかし、そこから出てくるのは時間の問題です。なるほど、狭間に出口を作るために歴史を変えて時空を歪ませていたわけですか。さすがウイスさん、秒でわかるじゃん。ああ、そう、じゃあ復活して出てきたところを破壊するとしよう。やめてください。え、別によくね。この世界でビルス様に暴れられたら、時間の流れそのものが破壊されちゃいます。まあ、確かに。だろうね、だって僕破壊神だから。いや、でもそれは。あ、やめてくれたら今度おいしいご飯作ってあげますからね。おいしい、いや、どちらにせよ遠慮しておくよ、それは。お願いします、ビル様、ドミグラのことは俺たちに任せてもらえないでしょうか。いやだね、あいつは僕を利用しようとしたんだ、許せないよ。第一、君たちだけでドミグラに勝てるの？必ず勝ってみせます。俺たちに父さんや母さんを、悟空さんたちを、みんなを守るチャンスをください。ビルス様、ここまで言っているのですから、彼の言葉が信用できるかどうかテストしてあげたらどうです。これはテストか、いいかもね。ビルス様と戦えるのか、これ。僕とウィスを相手にどこまで戦えるか見せてもらおうか。ちょっと嫌な予感したな、これ。なんか2対1の予感するぞ、これ。はい、ありがとうございます。ビルス様、私も戦うのですか。そうですよ、ウィスが言い出したことだろう。おー、はい、仕方ありませんね。強すぎんだろ、それは。ちょっとストーップ、ここはダメですよ。どこか別のところで。問題はそこじゃねえんだよな。君もわがままだな。はいはい、わかったよ。時の巣も久しぶりだからね、僕は少しのんびりさせてもらうよ。では準備ができましたら私にお声掛けください。
準備できましたか？さあ行くか。もういいの？じゃあやる？はい、よろしくお願いします。テストしてあげよう。ビルスとウィス2対1は強すぎなんだよな。あ、トランクス、お前もいるのか。ウィスは僕の付き人でもあるけれど師匠でもあるの。僕たち2人を相手に果たしてどこまでやれるのかな。では参りますよ。たとえ破壊神が相手だろうと負けるわけにはいきません。どんなに絶望的な状況でも戦い抜けば希望が見えてくる。あなたや悟空さんたちがそれを教えてくれました。任せろトランクス、負けるわけにはいかない。ちょっとさ、俺レベル70超えてるはずなのにさ、普通に敵がクソ強いんだけど。私たちを相手にここまで戦えるとは驚きです。もう彼らに任せてしまっても良いのでは。どうかな。僕は一度決めたことは変えないんだ。それじゃあテストの意味はないじゃありませんか。うるさいな。戦いはまだ終わってないんだぞ。これは失礼。これが一気に決めるぜ。ちょっとつい、お、普通に強い。トランクス死ぬそうじゃん。なんでだよ。いや、これは強いな。今度こそプリンとね、気力を使いすぎだわ。ちゃんと考えて打たないとダメか。何それ、破壊の除去当たらないか。おい、トランクス大したもんだよ。危ねえ、それが唯一だわ。ちょっと普通に強いな。オッケー、終わった。ちょっと俺レベル70だよ、こんな強いの。少しだけ、いや早すぎ。クリスさんのその救急やばい。ちょっと待って、やばい、ガチで負ける、ガチで負けるな。どうしよう、これちょっと一回考えよう。ぶっ飛ばし、元気だ。まあ OK、 当たってる。OK、ちょっとこれマジで普通に強いんだよな。で、元気玉、いや当たる、元気玉は当たるはず。どちらを見てるのですか。ちょっと待って、あぶれ、よかった、究極技それリーチ短くてよかった。少しだけ、やばい、マジで終わる。あぶれ、スーパーバックジャンプがあったんだ俺。どうしよう、一旦マジでガチガチやんないと負ける。いや、スーパーバックジャンプも使えない、やばい、危ねえ。ちょっと待って、ほんまにやばい、マジ死ぬ。これ元気玉打ったのバカか、これ負けるな俺。なんだと、やばい、これちょっと強すぎるな、やばいなこれ。私に、はい、皆さん、ビルスとウィスになんと4連続ぐらいね今負けてるんですよ。ちょっとね強すぎる。だからね、ちょっとだけね、1個の変身を使おうかなと。それがね、ピッコロさんのこの修行の杭、先生杭みたいなので受けれるんだけど、ちょっとね、これで得られるんだけど、ちょっとガチ締めに行こうか。さあ、ちょっとこの装備で、取りに行こうか。あれを。みんなも知ってる、あれをな。手合わせしたい。今から俺の言うことを想像するんだ。俺たちが戦った最悪の存在を。
究極の覚醒目覚めをスーパーヒーロー。さあ行くぞ、オレンジピッコロとご飯と敵はもちろんセルマックス。 OK カード、いいやカードできてない、いやこれ普通に強っ。いや何してんの二人とも遊びじゃねえんだぞこれ。いやちょっと待って、え、気力全部削られたの。だもうお前終わりだよ。ビーストに変身したことで攻撃力が大幅に上昇しました。さらに気力の回復量も 上昇しています。この力を使ってセルマックスを倒しましょう。いやかっこよ、攻撃力上昇なんだけどよく分かってないんだよね。とりあえず超竜撃剣、はいはいはい、はいはいはい、強すぎだろこれ。これだ、秘めた野生を解放し大幅にパワーアップ。変身中は攻撃力気力が回復し、XYXXXX の専用のコンボを繰り出せるぞ。いいだろう。練習台にしてやるよ。破壊神たちでな。準備、できましたか？いいのかよ、そんなこと言って。そっちが準備しな。じゃあ、やる？わかってねえな。よろしくお願いします。お前たちがチャレンジャーだよ。テストしてあげよう。ビルスとウィス。お前待ってねえな。テストしてあげるのはこっちな。ウィスは僕の付き人でもあるけれど、師匠でもあるんだ。僕たち二人を相手に、果たしてどこまでやれるのかな。では、行くぜビースト。破壊神が相手だろうと、負けるわけにはいきません。さあ、お前もう死んでるぜ。戦い抜けば希望が見えてくる。あなたやちょっと待て、ウイスさん、いいだろ、ウイスさんからやってやるよ。じゃあ教えてくれました。超竜撃剣当たんない、はいはいはい、おーい攻撃力上がってんね。どうした、え、なにそれ、専用コンボかこれ、え、強っ。XYXX じゃなかったっけ、強すぎ、ちょっと待って、え、かっこよ、なにこれ、 XYXX、 うん、難しい。さあ、これね、ウィスさんにはね、ちょっと究極技打ちたいんだけど、ちょっと強すぎだろ。いや待って、普通に強え、だいいだろう、それでいい、クソマジ強えな。あー危ねえ、魔漢光殺法。待って、めっちゃなんか移動早いわ。え待って、これ強すぎ、専用コンボダメージえぐ。いやもうた、もう決めれる。いや避けれないか。まあまあまあいいでしょう。 OK。 大したもんだよ。いやそれ俺の、俺にとっても的だよそれで。お前には魔漢光殺法。いや当たってないの、マジか、せっかく気力、これはこうで、あーまあ気力が当たんない、気力めっちゃ回復する。はいはい、オッケー、はい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 、大したもんだよ。バカが好きだらけだよ。私たちを相手に、はい、専用コンボいっちゃうよ、はいはいで、はい、いやー強すぎ。お前もう終わりだよ。は一度決めたことは変えないんだ。待てよ赤い神ビルス。それじゃあテストの意味はないじゃありませんか。うるさいな、戦いはまだ終わってないんだぞ。これは失礼、終わりだ、魔漢光殺法。
まあまあまあまだ耐えるか。そう、俺も余裕がなくなってきたな。大したもんだよ。チャンストライン、行くぜ。魔漢コソッポ。強すぎだろビースト。まあまあの強さだったよ、二人とも。それでテストの結果はどうでした？分かってねえな。うちはビーストだぞ。いろいろと体を動かしたから眠くなってきた。ドミグラを破壊する前に帰ってもう一眠りするよ。その間に誰かがドミグラを倒してしまっていても、まあそれはしょうがないよね。ありがとうございます。はあ、帰ろうか、ウィス。はい。ビルス様は一度眠ったら何年かは起きません。あなたたちを手助けすることはできませんから、そのつもりで。では、健闘を祈りますよ。あれ、なんか見覚えあんな、これ。ちょっと廊下用紙のじっちゃんいないから違和感を覚えるけど、まあいいでしょう。ドミグラとの決戦は近いわ。いい？絶対に負けられないわよ。時の海王神様、見てなかったのか俺の戦いを。ビーストだぞ。この世界の運命はあなたたちの手にかかっているわ。はい。さあ次回魔人ドミグラ編やっていきましょうか。でこっからはね、もう普通に縛りなしでプレイしようと思うんだけど、あれね、ビーストはやめておくわあれ思ったよりめちゃくちゃ強えな。ちょっと専用コンボはね、ちょっと面白かったから、ちょっとあれだね、配信外でちょっとやっとくか、練習通してね。まあ、そんぐらいかな。ということで皆さん、さらば。